はい、こんにちは、遠藤です。今日はね、ブラックスクワットをやっていくわけですが、なんとね、今日でブラックスクワット2年経ちましたね、プレイしてから。で、ブラックスクワットハンゲーム版がサービス開始したのが2016年の11月17日。で、まあ2年ちょっと経ってるね。で、私がこのブラックスクワットの動画を上げたのが、ちょうど2年前の2017年の1月3日。で、今日2019年の1月3日なんでね、まあせっかくなんでね、ブラックスクワットの動画をね、なんとか今日中に出そうと思ってプレイしてますね。で、これはチームデスマッチ。クリスマスマップのチームデスマッチだね。コレクションか。昔からあるマップですね。いやー、というかね、2年経ったんだね、もう。なんか2年続けたゲームってなかなかないぞ。まあ、ブラックスカットね、個人的にはかなり好きなんでね、ずっと続いてたわけですが、もう2年経ったんだね。すごいっすね。まあなんか、1回ハンゲーム版終わっちゃってね、スチーム版に移行はしたけど、同じゲームなんでね、まあ2年以上続いてるって言ってもいいでしょう。はい、そんな感じでね、今、プレイしてきます。で、確かね、2年前に上げた動画が確か、なんか、ブラックスクワットやってみたよみたいな感じの動画で、ちょうどね、武器もこれ使ってたんだよ。HK416。なんでね、今回もこの HK416 を使って、チームデスマッチをね、プレイしていこうみたいな感じでございます。特に意味はない。ちょっとここ登るの難しい。で、おっと、背中見せている一人やって、3人目。美味しいね。あとね、なんかね、ちょっと、環境が悪かったせいか、音がね、入ってなかったんだよ。このゲームの、録画した MP4 ファイル。音が入ってなかったんでね、音なんか他のね、プレイ動画の音を適当につなぎ合わせてます。なんでなんか音ずれてる気がするけどね、他のゲームの音ですね。まあ、なんか雰囲気出しとかないとと思って音を入れてます。でね、最近はそうだね。今後はブラスクどうなっていくのかな。まあなんかもうアップデートとかもね、なんか武器スキンなんかもうごちゃごちゃアップデート入ってるけど、まあ、武器スキンぐらいしかもう入ってないんだよね。まあ、マップとかね、出てくればまだ遊べるんだけどね。まあなんか楽しんでね、もうやめはしないんだけど、さすがに起動回数は減ってきたかなっていう感じだね。はい、まあそんな感じです。まあやめはしないです。たまにね、遊んでは動画上げれたのかなって思ってます。最近だとね、なんだろうな、スイッチのスマブラとか、スマホのガンダムとか人狼とかやってますね。なんかね、FPS もね、もうちょっといろいろやりたいんだけどね、なかなか気になる FPS がないんだよな。今だと何かな。やっぱね、私は現代戦がやりたいんでね、最近だと、ワールドウォー3か、あれ買ったんだけど、なんか知んなきゃやんなくなっちゃったんだよな。まあ、なんか重くてバグが多いっていうのはね、あんま面白くなかったんだよね。もうちょっとね、完成したら面白いと思うんで、バグとかね、直ってきたらまたプレイしてみようかなみたいな感じはあるんだけど。とりあえず今のところはやってないかな。あとはね、まあ、現代戦ね、レインボーシックスシージもね、持っているんだけども、さすがに古いっていうか、もう3年ぐらい経ってんのかな、あれ。うわ、やられた。確か、プレステ4版と PC 版両方持ってて、両方でやってたんだけど、もうね、結構古いかなっていうね。BF4 とかもね、古いよね。ここ強いね。この場所。おっと？これなんか、ピンクに勝ってんの思い出したな。結構このブラックスクワットやり始めの頃も、このピンクのエフェクトについて気になってた気がする。もうつける意味ないじゃんみたいなね、ことをなんか動画で言ってたような気がするよ。さあ、ここ飛んで。ブラックスクワットもな、あの頃動画出した時に比べたら上達してんのかな。まあ、近距離はちょっと強くなったかもしれないけどね。まあでも一番やってた時期がね、やっぱあの M4 とか使ってた時期が一番やってたかな。M4 とか MDR で。M4、MDR、MP7 あたりを超使いまくってた時期が一番やってたかな。毎日やってたね、あの時はね。あとね、FPS ね、そうだな。
今気になってんのエスケープフロムターゴブってやつがちょっと気になってるね。割とシングルゲーなのかな、あれ。あれはなんかちょっと楽しそうかな、みたいな。なんかセールやってる時にでも買おうかなとは思ってますね。まあ、あの動画ね、あれも動画上げれたらちょっと面白いかもしれない。そんな感じで。バトルフィールドもね、今やってないんだよね。というのもね、EA のプレミアか。プレミアを一回ね、脱退してるんで、脱退とか解約か。解約してるんで、今はね、5できないんですけど、まあ、アンセム来月、今月か、出るんで、その時に合わせてまた会員に入ろうかなと思ってますね。まあ、バトルフィールド5ね、めちゃくちゃ面白いんだけど、なんかカスタムマップ、カスタムサーバーか、がなくて今やってないですね。なんか4の時みたいに、おっと、なんとか倒していく。4の時みたいになんか特定のマップをやり続けたいんで、なんか今のなんか公式のサーバーしかなくて、全部ローテーションなんだよね、マップが。このローテーションの順番を覚えて、まあ、やりたいマップの前のマップのサーバーに入ってるから、ちょっと面倒くさくてね。まあ、あと単純にやりまくりすぎて、若干飽きたってのもあるんだけど、まあ、またね、少し間空けてやろうかなと思ってます。早くね、カスタムサーバー入れてほしいよね。なんか BF4 の時みたいにさ、ロッカーで延々と AEK 持って歩兵戦やるみたいな、そういうのをやりたいわけですよ。まあ、なんでカスタムマップに行きたいってとこかな。あと FPS な、気になるのがないんだよな、本当に。なんか対戦系の FPS って言ったらもうあれなのかな、もう BF、コールオブデューティー、まあ、レインボーシックスになっちゃうんかね。なんか新しいの出てきてほしいんだけどね。すぐ人がいなくなるとかね、バグだらけでできないとか、そんなんばっかでね、なんか安定したゲームはなかなかないですね。まあ、これ系だと、あれが CSGO とかなのかな。まあ、CS もね、古いよね。なんか、カウンターストライクも一応持ってはいるんだよな。なんだっけ、古いやつ。一番最初のやつとソースってやつ多分持ってんだけど。多分やらないね、あれは。チームデスマッチとかあるんだろうけど、なんかやらないね。さあ、こんな感じで特にもう話すこともなくなってきたんでね。まあまあ、今後もね、ブラックスクワットの動画たまに出してくるんでね。結構これ多分見てくれてる人が一番多い気がする。ブラックスクワットのね、動画見てくれてる人が多いよね。さあ、そんな感じで残りもう20キルで終わるが、結構勝ってるね、こっち。まあ、HK416 に使うの結構久しぶりなんだけど、意外と使いこなせてる。この銃は確か6発目ぐらいからね、やたら弾が上の方に飛んでくるんだよ。覗かないとね、上に集団するんで、慣れが大変なんだけど。まあ、でもこれなんか AK と似てるんだよな。AK も6発目ぐらいからがっつり上向くんでね、それと同じ感覚で撃ってやれば、集団させれるんでね、ヘッドショットもいけるんじゃないかみたいな。音が聞こえる。おっと、あ、中に赤点いるな。さあ、出てこい。はい、来た。倒していく。で、左から入って。これはもう上登った方がいいな。よいしょ。上登って。さあ、おっと、ね、ちょっと重いな。さあ、出てこい。うわ、眩しい。眩しい眩しい。ん？あ、終わったのか。ははは。終わった。さあ、そんな感じで、ブラックスクワット3年目か。3年目に入るのか。まあ、今後ともね、よろしくお願いいたします。ってことでね、次の動画でお会いしましょう。